2003年のカタルーニャグランプリは、ロードレース世界選手権の2003年シーズン第6戦として、6月13日から15日まで、スペインのカタロニアサーキットで開催された。125cc クラス決勝では、地元カタルーニャ州出身のダニペドロサが、トーマスルティ、アレックスデアンジェリストのバトルを制して、シーズン3勝目を挙げた。2位に入ったルティは、これが、 GP 初の表彰台となった。ペドロサと同ポイントで、ランキングトップに並んでいたルーチョ・チェッキネロは今回、マシントラブルによるリタイアに終わり、ペドロサが25ポイント差の単独首位に立つこととなった。250cc クラスでは、ランディ・ドプニエが、フォンシニエトとのバトルを制して、グランプリ初優勝を遂げた。3位には、アンソニー・ウエストが入り、自身初表彰台を獲得した。 ポイントランキングトップのマヌエル・ポジャーディは、マシントラブルで、リタイアとなり、7ポイント差の2位に、トップニエ、ニエと、トニエリアスの3人が並んだ。モートジッピークラス決勝では、序盤からバレンティーノ・ロッシュとロリス・カピロッシュによる、トップ争いが展開されていた。ロッシュが17周目にコースアウトを喫し6位に沈んだ。あとは、カピロッシュが後続を抑え切り、 モートジッピー3戦6 0 0目のデュカティに、クラス初優勝、1958年に125、CC クラスでアルベルトガンドッシが2勝、ブルーのスパチャーリが1勝を挙げて、以来、実に45年ぶりとなるグランプリ4勝目を、もたらした。ロッシは、驚異的なリカバリを見せて、最終的には2位でフィニッシュを果たした。ポイントランキングでは、トップのロッシがリードを広げ、 2番手のセテジベルナウに47ポイント、3番手のマックス・ビアジに50ポイント差とした。ありがとうございます。